こん,ばんはゆです。今うのお話は日本の統治時代の台湾、日本がです、ね、台湾を統治していたという時代があります。期間が1895年から1945年のおよそ50年間を日本は台湾を統治しておりました。実は私の母がその統治時代、台湾で生まれ8歳まで育った環境でありましたので、その幼い頃の思い出話を少し今日はご紹介できればなと思います。では、 今日のスペシャルゲストは私の母です。よろしくお願いします。では、台湾で生まれ育った環境ですけれども、まずどちらで台湾は生まれた場所となりますか。はい、えー、台湾では北の方にあります、はい、遠いというところで過ごしておりました。はい。はいはい、では幼い頃はどのような生活だったんでしょうか。そうですね。うん、あの父父親が総督府の、うんうん、医療東北あ 医療の従事者で,で、はい、それで、うん、えその関係で、うん、あのそちらでで、うん、歳まま過ごしましたそのお父さんの仕事の関係で台湾にいたわけですけれども <laughs>、はい、その時に日本の兵隊さんがやはり家族を守る立場的なこともあり家族を守るということでお家の中に護衛さんではないけれども。 日本兵の3人ぐらいの兵隊さんが常駐していたと寝泊まりも共にして皆さんをあの家族をですね母の家族を守っていたとそうですねその時には、えー、と兵隊さんは日本の兵隊さんでありどういった、はい、あの出身だとか体格だとかどういった兵隊さんが日本の兵隊さんは秀英さんといいますか。 そうですね。はい。くれてましたか。はい。まあ私もあのまだ幼かったもんですから、うん、あのはっきりはその覚えてはいませんけども、うん、その方があのまあ父親の医療の関係のために、うん、あの見守ってくださったもんですから。うん、はい。岡のはい吉田さん、はいはい。はい。ととまああのその辺もえっ、ー、と出身地はちょっとはっきりしませんけど、うん、木下さんとか。うん えー、あのでその方たちは終戦を迎えると日本に帰ることはできたんですね。うんはいはい、できましたねそれぞれぞはい、うん、日本、はい、日本の兵隊さんは日本で当時小柄な方が多かったかと思うんですがその吉田さんは体格もよく大分の方そうですだったという話を聞いてですねです、はい、なんかほのぼのした感じを受けたんですけれども、はい、でえ慰、ー、問 お姉さん兄弟の方々がそういった日本の兵隊さんに対してお人形を作って差し上げたりという、はい、ことがあったと。でですね当時の食べ物というと食料なんていうこともあったかと思うんですが実際には台湾でそのお父さんの仕事の関係もあるので恵まれた環境かと思うんですが。 はい食事などはいかかがでしたか食事に関してはその、うん、何が不足しているから同行っていうことはないなかったような気がします。で日本の兵隊さんたちも、えーはい、台湾で身の回りのお世話をしてくださった方々、はいまあ、現地の台湾の方のお手伝いさんもいたようですけれども、はい、そういった方も食料食べ物に困るということもなく。 そうですね一緒にまあ正確かに生活はできていたということですね、はいはい、でまあ空襲も記憶の中ではないという話でしたけれど、うん、えっと赤いお花がたくさん咲いていたのであまり咲きすぎるので布でかぶしてそうですねくしてやっぱりあの空襲警報っていうことが聞こえてくると、うんうん、みんな明かりを消したりとか、うん、その庭に入っ、うん あの咲いてたたくさんの花なんかがありましたので、うん、それをまあ黒いきれをかぶせたりとか、うん、そんなことまではしたような気がします。はいでは怖いという思いは特に味わってはいなかったそうですね,です,ねすぐその 空襲警報のそのサイレンなんかが鳴ると、うん、やっぱりすぐ兵隊さんが来て、うん、あの抱きかかえてくれたりするもんですから、うん、防空壕は一応あったようですけど、うん、そこに入った記憶はありませんまた学校生活ですと、はい、台湾の国家もまあ普通統治してまあ、植民地の環境環境になるとその現地の言葉だったり、うん、そういうことはですね、ええ 進めたり国歌を歌うということも禁止される可能性が高いかと思うんですが、はい、実は日本の方々ですねあの台湾に渡った方は国歌が台湾の国歌を歌える方も多くですね母も台湾の国歌をどこでか覚えたらしいんですね、はいすうん、でそういったこともどこで覚えたのか規定はそれもなく日本のそういうです、ね、統治下にある中で 台湾の歌を禁止するということもなくむしろ広めた日本の、ねはいまあ、統治するその時代ですねやり方に対しても制圧しているですとか圧力をかけていったということはなかったようですね。はい、ありませんんでででしたたねねそれす学校生活なども日本人がたくさんいる 日本の学校に通うことができて、はい、校長先生も日本の方が校長先生でいらっしゃり、それで学校でも特に怖い思いもなく勉強もできていた。はい、ありませんでしたね。あの日本の、えー、本、あのなんていうんですか、本ですね。日本の学校の本を勉強してました。うんうん、それでですね、日本が 大東亜戦争第一次世界大戦に敗戦し、1945年の8月に終戦を迎えたわけですが、その少しあと、1945年10月17日に、介石が率いる中華民国、南京国民政府軍が台湾に上陸してきた。 それを機に大きくです、ね、台湾の様子も様変わりしてきたかと思うんですけれども、その時の様子ですね、日本が敗戦した後、まあ日本が台湾からです、ね、日本の方々が引き上げを始める、そういった状況を少し聞きたいんですけれども、日本のですね、日本の方々は約50万人が台湾から引き上げをしてきたという話もあるんですが、日本がその引き上げる時台湾にたくさんの中国人が流れ込んできたようですけれども、 はっきりしたことは覚えてないようですが当時のことを聞いた話でもいいですけれどもどういったことがありますかそうですねあのー 父親はやっぱりそういうあの仕事の関係で台湾の方から引き止めてどうかもあの日本に内地には帰らないでほしいっていうことをなんかとてもあの引き止めてくださったみたいですけども母と姉がどうしてももうどうなるかわからない台湾にいるとどうなっていくかわからないのでとにかく内地に帰ろうって言って聞かなかったそうです。それでまああの

もう差し上げました。金属とか、金属そうですね。はい、そういうものもあげてね。でその時は何か怖い思いというのはせずにスムーズに日本に帰っては来れた。そうですね。まああの父親があのとても堅い性分だったんであの真面目な人だったもんですから、もう決められたことはもう絶対もうその通りにしないとダメっていうことで、もうあの決められた金銭 お金ですね。うん、お金もそうだったんですけども、うん、そんな感じでなんかもう必死になって引き上げてきました。はい。でその時ですね、青い洋服のええなんか方男性がいたという話は少し学校にそれは来ましたねうん、うん。それは台湾の方か中国の方かわからないけれども、<の>何しに来たんですか。やっぱりあの日本人がこう肉らしいというか、うん、こうそそういう感じであの。うん 学校に入ってきましたね。うん、はい。何かをしたというわけではないんですか。入ってきて、もうあのまあ、子供が小さいからまたその辺はこう鉄砲を突き出すとかっていうことはないんですけど見た格好がとても怖かったですね。うん、帽子をかぶって、うん、あのキャラハーンですかね、うん、あれを履いて、うん、そしてあのこう立ち向かうような感じで着てたからそれはとても、うん あの怖かったですよそれからまあ日本に入ってきて今ですね、まあ、話はちょっと逸れてしまうんですがこういったですね日本も中国寄りになってきているっていう危機感も感じているんですけれども何か今日本の若い人たちに対して政治の無関心さも問題視されているのでこういった今後の日本も心配して何か一言コメントするとしたらば若者たちにどういったことを伝えたいでしょうか 戦後75年が経ち戦争の怖さや悲惨な生活などを知らない方が多いので政治にも関心を持ってほしいです。政治は私たちの日常生活にも大きく関わっているものです。マリでしたあれマリ 話はここまでといたしますゆうユでしたゆう <laughs> でしたマリーですいいの